どうしよう、このまま行っちゃう？あ、体力が回復してるから、まあ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 、マップを開いて、どこだっけ？確かこの後、あ、これだ！小さじの小道の研究所に行こう。じゃあ、まあ目的地に設定して、で、なおかつ飛んじゃおうよ。あ、飛ぶのはできないんだっけ？あ、でも前にも飛んだよな。あ、ダメか。何？飛べなくなっているだと。なら一旦ここだ。プラトタウンに飛んで、まあ移動して向こうに行こう。オッケー、プラトタウン到着と。あ、なんならその、崖登りちょっと見てみようか。いやー、ここに来るの懐かしい。いつぶりだ？よいしょ。ジャンプで壁に行けばいいんだよね。あ！すごっ！うわ、これめっちゃ便利じゃん。花粉団子。これで今まで行けなかった高いところにも行けるってことか。よいしょ。で、これだよね。オッケー、目的地に到着。ペーパーどこ行った？あ、いた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 。なんでよ、2着かよ。ここがあいつの研究所。小さい頃よく遊びに来てた。俺たち呼びつけて何の用なんだろうな。今開ける。お願いします。確か、ミライドンここに入りたがってたんだよね、最初。天才的なポケモン博士なんだとさ。俺の父ちゃん。でも子供の俺にとっては最悪。いつも仕事ばっかで全然家に帰ってなんて来ねえし。遊んでもらった記憶もねえ。お母さんはいないのかね？いつもマフィティフだけが俺のそばにいてくれたんだ。お、開いたかな？行くぞ。ちゃちゃっと終わらせようぜ。うん。起動したな。お、フトゥー。こっちの姿も見えてる感じか？頼みがある。なんだ？僕は今、パルデアの大穴、エリアゼロの最深部にいる。うん。この場所でずっと特殊なポケモンの研究をしている。特殊なポケモン。あれか？パラドックスポケモンか？君たちにはフトゥーの輝けしい研究、その、最後の手伝いをしてもらいたい。最後の手伝い。手伝いに必要な鍵がこの研究所のどこかにある。その鍵とは、バイオレットブック。あ、それ？あ、ペッパー、君が持っていたとはな。ならば、なおさら都合がいい。バイオレットブックを持って、エリアゼロ最深部まで来てくれ。そうすれば、宝物のような経験ができると約束しよう。エリアゼロ。ただしエリアゼロは凶暴なポケモンと強固な電脳システムに守られている。
君たち二人では少々手こずる苦難がありそうだ。他に頼りになりそうな仲間を集めてからで構わない。仲間ね。エリアゼロ最深部にて君たちの冒険を待っているよ。他についてきてくれそうなのは、まあ、ネモとか。まあ、あんまり関わりたくはないんだけどさ。エリアゼロ、あそこはやばい。あ、マビティフが怪我したのも大穴の奥、エリアゼロなんだ。正直もう二度と勘弁って場所だけど、行くのか、お前は行くのか。あー、まあ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 、すごい経験ができるとは言ってたけどね。でもそんな危険をね、危険な思いをしてまで行くことはあるのかなと思うけど、まあ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 、行きますか。頼まれちまったもんな。お、ダチが危険な場所に行くのを黙って見てられねえ。ペーパー、お前やっぱいいやつだな。来たー、俺も行ってやる。ありがとう。そうだね、父ちゃんに文句も言いたいし。よし、黒ネタ表に出ろ。どう、エリアゼロでもやっていけるか。ポケモン勝負で力試し。マジか。え、でもペパーってポケモンバトル苦手じゃなかったっけ。主に俺の力を試す。あー、なるほどね。いいでしょう。全力で来い。よし、ペパーと勝負しようと。まあ、あれかな、マフィティフを出してくんのかね。他何出してくんだ。今までのその主攻略中にさ、何匹かポケモンは出してきてはいたけど、あいつら使うんかな。あ、まあ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 、うちは変わらずこのメンバーで、でマスカーニャ先頭で行きましょうか。おい、よっしゃ、クロネタ勝負の準備はいいか。もちろんだ。よし、マフィティフも準備はいいか。マフィティフ、闇上がりではないのか。無理させんなよ。お、マフィティフもいける。大丈夫？まあ、お前が不安な気持ちもわかるけどよ。こいつ闇上がりだと思えねえほど元気ハッスルちゃんでさ。おーおーおー。クロネタと戦わせろ戦わせろってギャンギャン泣くんだよ。じゃあしょうがねえな。相手をしてやろう。あ、もともと勝負が大好き。へえ、ペパーとは違うんだね。生徒会長には負けるけど。じゃあこいつを最後に出してくるってことで確定っぽいな。てなわけで心配ご無用。スパイスで生まれ変わった新生俺たちの味わい、ちゃんとご賞味あれだぜ。きたー、ポケモントレーナーのペパーの欲張りす。行けますかにゃ。ノーマルタイプですね。スパイス巡りで出会ったポケモンオールスターだぜ。ってことは手持ちある程度わかるな。で、レベル高え。 58？ しかも手持ち6匹だと。おい、お前強えじゃねえか。おい、嘘つきやがって。お、あー、どうしよう。まあ、素早さは勝ってると思うから、トンボ返り。オッケー。で、一旦マスカーニャ戻して、まあ、ノーマルタイプなので、ここはカラミンゴ。これ、レベルの差どうかな？ちょっと無理があるか？のしかかり、いった！ロキック！ほら！
いやー耐えるよねー。素早さは下がったが、サイコパンク、いや強マジでマジでかー、弱点の対策しとんのか。だったらまあマスカーニャ戻して、まあ残り体力は少ないからトリックフラワー食らえ、オッケー、欲張りス突破、でお次はスコピラン、あいつの進化系名前が出てこね、カプサイジか、草、まあ、もしくは草炎かなって思ってるんだよね。もしそうなら草炎でしょ。あーカラミンゴ欲しかったな、今いないから。そうな、飛行とか虫タイプ、あ、まあ、地面とかでも悪くはないけどね。一旦マリルリ出してスコビラン、いやーレベル 60! バカ野郎、高すぎるわ。一旦カラミンゴを回復ってか復活、さすがに一発は耐えるでしょう。大文字いた、え、あ、急所か、うわ、ちょっと待て、ちょっと待て、ここでやけどかよ。おい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 、レベルが高えし普通に強えし、なんだこれ。回復の薬をマリルリー、もう回復アイテム使っていくしかねえな。やけど治った、で体力全開、いやエナジーボールだ、強ー、うん、草炎だわ、この威力は間違いねえかもな。だったらカラミンゴ出して、まあ、体力少ないけどな、なんならここでさらに回復を使って体力マックスにして、オッケー。ダーエスパー技強っ、ちょっとこれ回復やってらんねえな。翼で撃つ、ほら、いやー残るか、大文字、いやーカラミンゴすまん、強いねー。エスパー技まで持ってるってことはどうも無理だな。ならマスカーニャで、まあ、素早さは勝ってるだろうから辻斬り、ほら、オッケー、スコビラン突破、まだ2匹目かよ、陸クラゲ、ノノクラゲの進化系だろうね。ね、ノノクラゲ捕まえたんだよな、あいつ草地面だったかな、その進化系ってことは、じゃあまあこのまま行こうか、ビククラゲ、うわうわ、何、気持ち悪いクラゲってことなんかな。だったらね、まあトリックフラワーでそこそこいいダメージが入るのでは。だー、そんなもんか、ヘドロバックだ、ギー、いやでもまだいける、トリックフラワー食らえ、オッケー、陸クラゲ突破ようやく3匹、どえ巨人オン
なるほど、お前巨字音出すのか。ってことは、まあ、岩技か地面技だよね。あー、まあ、どう出してもいいんだろうけど、ちょっときついかな。あ、しかもあれか、特性頑丈か。めんどくせえ。あー、どうしよう。マスカーニも回復してあげたいから、まあ、どうかな。鉄壁とか使われると面倒だから、もう殴っておこうか。お、ステルスロック。うわー、面倒。まあ初手で使われなかっただけまだいいか。勝てーバカみてえな、勝てーな。2発かな。なら、ここで、マスカーニャを体力マックスまで回復して、よし。まあ、自信持ってるよねー。どれくらい入るか。痛え痛えな、おい。いやー、ちょっと待って。次も自信で来るかな。なら、マスカーニャに戻し。マスカーニャの負担がでかい。いやー、すまんな、マスカーニャ。こんな使い方しちゃって。まあ、ステルスロックは食らうよ。しょうがないよ。自信。まあ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 、こんなもんよ。で、ここでトリックフラワー。さすがに倒せるでしょう。オッケー、巨人突破。いいぞ、残り2匹。なんとかなってるかな。パルシェンか、水、氷。なら、ここはデカヌちゃんよ。見せてやろうぜ。デカハンマーをな。行け、デカヌちゃん。パルシェン。まあ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 、捨てるはしょうがない。レベル59。行くぞ!デカハンマー!どら!嘘、デカハンマーでもこんだけ痛いです。バーカ野郎だな。嘘、マジで。そうなるとあとは格闘。あー、まあそうか、巨人音でもいいのか。ただ次も水技使われると厳しい。あ、だったらここはまた水が来ると読んで銅に交代。まあ、その後氷技打たれるだろうけど、まあ、しょうがない。任せた銅。水技来い、水技来い、水技来い。ナイス。バカメガバカメガよ。で、あー、どうしようかな。ここでテラスタルを切るのは違うかな。あくび。なあ、まつららばりだよね。痛い。やめて、もうやめて、もうやめて、やめて、やっ。すまん。テラスタルを切るとこだったか。じゃあ今度は巨人音出して。まあ、捨てるはしょうがないよと。で、まあ、最後がマフィティフだよね。なら、マフィティフのタイプがよくわかんねえんだよな。悪かな。だとすると、悪タイプだろう?カラミンゴ。か、まあ、マスカーニャレベル高いから、強引に突破できるけど、多分できるだろうけど。となるとだなぁ。まあ、最優先は、やはりマスカーニャの体力を回復で、よし。アクアブレイク。痛いね。食べ残しで回復。まあ、これは巨人王は犠牲にするしかないかな。しょうがないかもな。
なら、今度はデカヌちゃんを体力マックスまで。よし。で、ごめん、巨人。すまん。いやー、これうちのパーティー、ちょっとバランス悪いんかなー。で、マスカーニャテラスタル使うか。しょうがないね。テラスタルからのトレクフラワー。てかまあレベルの問題だよな。いくぞ。もう今回何度目だ4度目かな。テラスタルマスカーニャ爆弾くらえ。トレクフラワー頼む。これで倒してくれ。ナイスナイス。よし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 。いいぞ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 。で、マフィティクだよね。これ、このまま行ってみよう。いや、あー、威嚇持ってんの？それは聞いてない。あ、だったら、トンボ帰りで。あ、使うのか。カット行こうぜ、マフィティフ。お前も使えんのか。あ、まあ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 、しょうがねえか。あ？悪だな。これは悪だね。ああ、だったら、だったら、ちょうどいい。トンボ帰り。あ、いいねいいねいいね。で、一旦戻しましょう。何技で来るかな。草になってるから。まあ、デカヌちゃん出すしかないんだけどさ。行け、デカヌちゃん。まあ、捨てるはしょうがないとして。いい炎の木はおい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 。炎の木は使えんの？あー、どうしましょう。これどうしましょうね。ちょっと待てよ。悪タイプに炎技、あ、じゃあマリルリか？ちょっともったいないが使うしかねえかな。元気の塊を、マリルリ。で、デカヌちゃんはごめん。使う必要はなかったかもしんないが、まあ、念には念をよ。いや、すまん。で、マスカーニャ。さすがにタイプ不一致の炎の牙ぐらいだったら耐えると思う。なのでここはもう最大火力、トリクラバー。行け！やったね、マスカーニャ。あー、残るか。いや、でも、まだ、噛み砕くか。いや、強い。でもよ、素早さは勝ってるし、まあまあ火力もある。マリルリ出して、で、まあ、負け筋としては、向こうがなんか強力な先制技を持っている。もしくは、じゃれつくを外す。あ、まあ、バカ力でもいいんだけどね。あー、ちょっと怖いかなー。いや、でも、さすがにこれいけるよな。まあ、念には念を、元気のかけらをマスカーニャ。卑怯なんて言うなよ。お前レベル高えんだからな。これぐらいしてもいいと思うよ。じゃれつく、大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、バカ力で。あ、早いのか、向こうが。お前の早いのかい。ほら、オッケー。いや、強っ。なんとか勝った。いや、マジみんなお疲れ様。
マフィティフ惜しかった。黒ネタありがとな。どういたしまして。てかさ、お前一人で主どうにかなったのでは？俺必要なかったんじゃねえか。あ、お金持ってるね。いやー強い。くそ、これが主ポケモンを倒しまくる実力か。それさ、闇だよ。つうか、お前の付き添いが俺だけだとやっぱ心もとないな。そんなことはない。十分です。エリアゼロのポケモン強いし、わけわからん装置もいっぱいある。せめてあと二人くらい。チャンピオンランクの強いやつか。じゃあやっぱネモ？でももう一人どうするよ。機械に強いやつ、ボタンちゃん？確かボタンちゃんってあのハッキングできるよね。ネモ、ペパー、ボタン、このメンバーと行くの？マジで？いやちょっとそれはすげえ楽しみだな。でもそうだよね、そういうことだよね。ネモ？生徒会長か。うん、確かに適任だけど、お前がチャンピオンになるまでてこでも動かなさそう。あじゃあまあリーグが終わった後なのかね。まあメンツが揃ったらまた連絡取り合おうや。仲間になりたす、なりそうなやついたら声かけといてくれよ。はい。はあ、そうなるんだ。お、レジェンドルートクリア。終わってしまったか。いやにしても強いよお前。あ、なぜか回復している。いやみんなお疲れ様。まあレベルだな。レベルとはまあちょっとパーティーバランス悪いのかもしんねえな。まあちょっとそこら辺はまた次回までに考えておこうかな。はい、ちょっと長くなっちゃいましたかね。もしかしたら途中で二つに動画を分けてるかもしれませんが、まあ、一旦今回はここで終わっておきましょう。ではでは、なんかいるな。まあいいや、今回はここまでです。よかったら次回も見に来てください。ではご視聴ありがとうございました。